そしてね、えー、売り場の裏にあるイケすに入っているカニをね見てていただいたんです、ね、もういろんなカニがね入ってて見てるだけでワクワクしますよね、このタラバめちゃくちゃでかいんですよね、もうこのいけすの主ですよね、ほ、えーね、他にはねズワイもいるし鼻先ガニもいるし、まあ、もちろん、ね、毛ガニもいるんですよ。 そしてこのイけスの主のえバカでかい、えー、タラバガニ、これをね、<laughs> もうとにかくでかいなって驚いてたら、手に持ってみるかいって言ってくれたんで、それを今から手に持って、えー、撮影することにしました、それではイけスの主のタラバガニがこちらです、これ、めちゃくちゃでかいんですよ、もうね、これ、やってるときに、周りの観光客の方もざわーっと集まってきたぐらいでかい感じだったんですよ。 これ、ずっしり重たい。めちゃくちゃ重かったですね。何キロあるんだろう。で、これね、金額聞いたら、あ、売り物じゃないよと言ってましたね。もうね、これは、えー、この、いけすの主らしいですね。ありがとうございました。美味しそうな毛ガニを買うことができて、また、いけすの主の、え、タラバをね、持たせてもらってありがとうございました。さて、おかみさんに選んでもらった、美味しそうな毛ガニをね、自宅に送ったんですね。それが、え、到着しました。えー、黒ヤマ山さんが、え、クールンで持ってきてくれました。それがこちらになります。 ひろみ水産さんから届いた、これ、発泡オスチロールの中、開けるとこんな感じですね。こんな感じ。あ、まだビニール入ってますね。ビニール被ってますね。ビニールをどけると、まずは寝ぼっけですね。油ノリノリの寝ぼっけの下に入ってました。ボイル済みの毛ガニですよ。あ、イクラも入ってません。イクラも買ったんですね。さて、この毛ガニの下は、なんだろう、毛ガニの下は、 これは北海道印の保冷剤でした。これは食べ物じゃないですね。それではこの、えー、ボイルケガニの紙を剥がすと。 これなんですよ。現れましたね。毛ガニ、ボイル済みの毛ガニです。さて、この毛ガニをコ、えーラ盛りするんですけど、このコーラ盛りがね、まあ、味見しながら剥きながらで、手は痛い、指先痛くなるし、唇もね、あの、味見で、えー、トゲがね、チクチクして痛かったですね。さて、そんなチクチク痛い思いしながら、えー、大体2匹で45ぐらいかかりましたかね。コ、えーラ盛りしてみました。えー、そのコーラ盛りがこちらです。 足肉を甲羅の中に入れてかたくちのところはねほぐして食べるんで2つに割って置いておきましたそしてね根ぼっけも焼いて焼きハラスも焼いてこんな感じの夕飯になりましたということでヒロミ水産さんで買った毛ガニの夕飯いただきますいや毛ガニ美味しそうですよねそして油のりのりの根ぼっけですねこれタグがついてましたねそしてこれも油の,のりのりの焼きハラスですねそれではいただきますまずはね毛ガニからいきましょうか この身がねね甘くてて美味ししいっておさん言ってました、ね、ああ、やっぱ甘いですよ。でね、じゅわっと出るね、なんだろう、うかに汁が美味しいですね。だから、ゆで汁も、なんからこだわってるっておっしゃってましたね、おかみさんがね。そう以上に、この足肉、甘いですね。じゅわっと出るかに汁がめちゃくちゃ美味しいですね。あーシャリシャリ言って美味しいですよ。 まあ普段あんまりね、毛刈りとか食べないんで、まあここぞとばかりにも毛刈りの足肉集中して食べてますけど、やっぱり甘くて美味しいですね。シャリシャリしますね。カニのね、独特のこの風味がね、濃厚ですよね。 さて、お次は、おかみさんが油が乗ってて、とにかく美味しいと言っていた寝ぼっけですね。私、あの、恥ずかしながら寝ぼっけって知らなくて、調べてみたら、なんか他のほっけと違って、あの、海のとこにずっと居座ってて、あんまり動かないから、身がふっくらしてて油が乗ってて美味しいということなんですね。そんな寝ぼっけ、もうね、えっと、言う通りで、これめちゃくちゃ美味しいですね。油のり半端じゃない。魚汁がジュワジュワ溢れるんですよね。とっても美味しい寝ぼっけでした。さて、コーラ盛りにした、足身の上に、 カタクチの身をほぐして乗っけてみましたそこにイクラも乗せましたそしてさらにここに焼きハラスを乗せましょうかこれで親子甲ラ盛りですねそれではいくらもろとも、えー、足身もカタクチも、えー、鮭ハラスももろともカニミスもつけていただきますこれですねこれこれどんな味なんだろうな いや、これはね、それぞれの美味しさが生き生きしてて、邪魔しないというか、一つの美味しさにまとまってきますね。やっぱり海のの、海のものは海のもので、味がまとまりますよね。これ、めちゃくちゃ美味しいですね。さて、カニ味噌もしみしみにさせて、え片口の実とイクラですね。これ。ガバッと取って、これ、もういっちゃいましょうか。これですね。これはどうでしょうか。 もうね、カニ味噌タラ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 垂れてるんではもうめちゃくちゃ美味しいですよ。濃厚で甘いんですよね。足身と片口の身とカニ味噌とイクラと焼きハラスの味が混ざって、もう何とも言えない独特の、とてもね、病みつきになるような美味しさになってます。さて、締めはこちらにしました。これ、寝ぼっけのほぐし身のごま和えです。 油ノリノリの寝ぼっけにごま絡んでそのごまがプチってなった瞬間に弾けていい香りが出るんですよ。それが寝ぼっけの油とあってとっても美味しかったですね。ということで、えー、函館朝市広場のひろみ水産さんで買った、えー、毛ガニと寝ぼっけとイクラの食べ動画でした。とっても美味しかったです。えー、それではご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。